リップグリッドの練習環境がない方は、こちらのクラスコードで Google クラスルームに登録すると、練習用トピックに投稿できます。詳細欄のリンクからでも登録できます。クラスルームを開き、授業をクリック。ステップ1のトピックへのリンクをクリックします。ゲストパスワードを入力して Go をクリックします。パスワードは、クラスルームのステップ1の課題に添付されているドキュメントを確認してください。アドレスコンスをクリックします。マイクとカメラの使用許可を求めてきたら、必ず許可をクリックしてください。ブロックをクリックするといろいろ面倒です。真ん中の丸い録画ボタンをクリックするとカウントダウンが始まり、録画がスタートします。適当になんか撮影してください。ネクストをクリックすると、プレビューが始まります。もう一度ネクストをクリックすると、情報入力画面になります。氏名は必須項目なので、仮名でもいいので何か入力してください。他の欄は入力しなくてもいいです。サブミットをクリックすると、動画のアップロードが始まります。投稿者は、投稿した動画を消せないので注意してください。消せないから、何かやらかした時に証拠隠滅できないのです。素敵な仕様ですね。動画の投稿が完了しました。超絶簡単です。